イップスウィッチの景観ブリズベン通り街並みブリマー川、ネリマガーデンズ1872年の町のヨースイップスウィッチはオーストラリアのクイーンズランド州南東部ブリマー川沿いに位置する地域自治体である。州都ブリスベンの南西 40km に位置する。人口は約20万人。面積は1 2 0 7 k 平統計上はブリズベン都市圏に含まれるが、 独自の歴史を持った都市である。1826年、モートン湾流刑地の司令官、パトリック・ローガンは、ブリスベン川を登り、石灰岩などの鉱物をこの地域に発見した。直ちに入植が計画され、翌年、最初の流刑者と教区民生委員が到着し、採掘が開始された。町は、ライムストーンと呼ばれ、 当時の中心道路は、ライムストーンストリートという名前だった。1843年、クイーンズランドの植民地、イップスウィッチと制定される。改名は、兵士のヘンリー・ウェイドが発議し、NSW 総督、ジョージ・ギプスが承認した。名称は、イングランドのイップスウィッチから来ている。1848年には、石炭の採掘も始まった。1858年、 自治体であることを宣言。クイーンズランド植民地発足時には、州都の候補地の一つだった。1865年、クイーンズランドで最初の鉄道が開業した。1893年に洪水の被害を受けた。1974年、グリスベン洪水で8500個が浸水した。石炭の採掘は現在でも行われており、イプスウィッチの主力産業である。 近年は製造業の集積が進んでおり、雇用の機会が増えている。ブリズベント試験の拡大により、イップスウィッチ周辺では住宅開発が盛んに行われており、人口は急速に増加している。特にリプリー地区の開発は州内最大規模である。鉄道はイップスウィッチローズウッド線でブリズベント結ばれている。イップスウィッチ駅は州内で 最初の鉄道駅である。ありがとうございます。